はい、今日も来ました、この戦場ということで、どうもこんばんちは、アイスケです。ということで今日はデッキに使っていきたいと思います。敵にガンタンクがいる4番機中に、さてどう出ますか。とりあえずガンタンクに嫌がらせしまして、逃げます。えいやーいた、やったんだよ。ちなみにはい、ひーちゃんさんですね、あれは。さあ一旦離れましょう。マジか。ちょっと待って。なんだなんだ、ファントムか、ファントムだね、あれは。タックルされてるか、してる方か、されてるね。さあ一旦離れよう。 OK。あぶね。全然気づかんかった今。すげえね、狙われてるんだよね。離れようか。オッケー。じゃあファントム。さて、4、2、5、4だ。よし、うわ、ちょ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 、えい、味方に介護してもらおう。よくわかんない。なあ、頑張って。
敵は、3番が落ちてる、こっちが7と自分。いいねいいねいいね。8番さんがねずっとガンタンクを抑えてると戦いやすいだろうね。敵あと2機、もうちょっともうちょっと、できれば自分を復活させてください。よしよし、終わった。はい、ということでありがとうございました。はい、デテニーでございました。うん、まあ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 悪くなかったんじゃないかな。うん、いやー、やっぱねー、なんだっけ、ジャスティス強いね。うん、あの機体は本当に戦闘向けですよね。ブーメランからのまっすぐ飛ぶブーメランプラスのファントムね、うん、すごいいい機体だよね。ありがとうございました。リーちゃんさんやっぱ強かったね。4000超えてるもんね、ダメージ、さすがっす。いやー、自分もね結構満足いく、うん、成績一応はね取れたっちゃ取れたんで、はい、満足です。まあね、これからはねスタンダードでもデティニーとか800コストの機体はね使っていこうかなと思っております。やっぱね、いつまでもビビってちゃしょうがないよね。そうそうそう、800コストが重いとかね言ってるんじゃなくて、その機体を使って倒して強くなりたい。そうそうそう、まあいつも通り500コストの機体とかね600コストの機体もどんどん使っていくんですが、はい、まあまあまあ平均してねいろんな機体を使っていきたいと思っております。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバッドボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again. バイバイ。お疲れ様です。